ある程度合理的な人って大体あのまあこうなるよねっていうのがすごくその固まっちゃうんでその頭がいい人と話してるとその逆にそのものすごい面白さないんですよね要はこういう論理的な帰結になるだろうなっていう結論に大体みんな行っちゃうんですよ。調べればここううだだから結論こうだよねって例えば DAIGO さんってあの論文のこういう論文あるよとか出してくるじゃないですか。でだ僕も本気で調べようと思ったら多分同じ論文にきついちゃって結論同じになっちゃうんですよ。 なのでその論理的な人と話をするとあこんな情報あるんだっていうその知識欲はまらうんですけど合理的に考えるとそうなっちゃうんでただそので頭のおかしな人とかと話をするとあのとんでもないところからボール投げてくるんですよね。 そのうんこ美味しいじゃんみたいなこと言い出し始める人がいるんでマジかうんこって食うとうまいのかみたいなっていうのが割と面白かったですよなのであの今回のだいごさんとのあの話し合いの中で僕が一番面白かったのはそのうんこ味のカレーかカレー味のうんこかっていうのでだいごさんはカレー味のうんこをケツの穴に入れるっていうのを選んだので僕としてはすごい楽しかったです <laughs> それが合理的な帰結なんですけど要はそのうんこ味のカレーを食べるのとカレー味のうんこを食べるのどっちがいいっていうその小学生がやる質問に対してあの頭のいい大悟さんはカレー味のうんこをお尻の穴に入れるって言ったんですよ。<laughs> というかまあ合理的なあの推論の結果それになるっていうのがまあ確かに何になるんですけどあの興味がある人はアベマプライム見てください。はい